今日の動画ではミセスの大森さんの発声がなぜ細いのかということについて話していきたいと思いますいやいや大森さんの高い声は細くないだろうと厚みがあって力強いでしょと思うかもしれないんだけどその中でも大森さんの声は細いよねっていうふうに感じ取る人は多いですそれにはしっかりとした理由があるので説明しますまず1つ目としては 声は高くなるにつれ僕たちの声帯っていうのは伸びていって細くなることによって振動回数が増えるのねそれによって高い音が再現されますそして振動回数が増えているということはより細い音になっているはずなのね高い声になっているということはそこの仕組みは理解したけどどうしても太く聞こえるし 周りの人も基本的にみんな太い高音っていうように聞き取るそういった理由があるから声が細いと言ってるということは絶対にこれは間違ってるよねっていう認識を持たれる人が、まあ、より割合としては多いので、ね、けど、まあ、これはねしっかりと言うのであれば声の太さというよりかは声の深みという要素によってそのように聞こえていますこれは共鳴のさせ方 音をどういうふうに響かせるかによって声の聞こえ方は変わってくるという話です高い声を出していくにつれ正しい発声を使うのであれば声帯を伸ばして声は薄くなっていくけどやっぱり迫力っていうのを出したいし自分が歌いたい曲にそういった要素をつけて表したいものとかあると思うのねだからより深み

理解しないで実際に聞いてると太く聞こえるのねこの地声を出している時のままの声に聞こえるけど実際はそうではないですここがまず1つ目の話であとは大森さんの声が細いという人の中で他のアーティストさんと比べて大森さんの声は細いよねとそう同じようなこう高さでもこっちのアーティストの方が まあ深みがあるとかっていう風に言ったりするんだけどこれはシンプルにそもそもも使っている発声が違うのねみんな一括りにミックスボイスという風に言ったりするんだけどそもそも使ってる発生が違いますでたいよく見るとねこう比較している人たちっていうのが結構カバードベルティングの発生を メインに自分の曲を歌っているアーティストさんそしてそのアーティストさんと大森さんを比べてたりするんだけどそれは絶対大森さんの声の方がこっちに比べて深みがないというような考え方になってしまうのねなぜなら使ってる発声が違うからで大森さんも カバードベルティング使ったりするんだけど自分が歌う曲って結構高いところまでいくからその時に合わせて一番適切な発声っていうのを使えてるの、ね、で仮に全部カバードベルティングで一番深みがある発声を使って全部歌おうとしたら今の大森さんが出せる高い声っていうのは出せないのねすっごく高い声なので誰かが「大森さんの声は細い」というように言っていたらね 傷つかなくてもいいしそれがまあなんだろうアンンチコメントというふうに捉える必要もないと思うので、ね、こういう視点から見たらそうだしこれと比べたらそのように感じるかもしれないねというだけの話です、okay? だから大森さんの声はしっかりと高く正しく出されているから声帯を伸ばしていて音は細くなっているけど それをしっかりと深みがあるような発声になるために共鳴期間のコントロールとか曲のどの高さどの部分どのような響きにしたいかによって共鳴期間のコントロールをしているっていう感じですこの動画が少しでも参考になったいいなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いしますそしてこの話を聞いてどのように思ったかもぜひコメント欄のところで教えてくださいそれじゃあまた次の動画でお会いしましょう Bye bye!